R8100 のクランクを今までの11速のコンポに入れて、使えるかどうかっていうのを試してみたいと思います。もちろんメーカーの推奨外ですし、あくまでも自己責任なんですけども、一応とりあえず動くかどうかということで確認してみたいと思います。で、今回まあ使えるのが分かったっていうことになっても、まあ、別にそれを推奨するわけではないのでご了承お願いします。で、今現状フロントディレイラーは、R9150 の、デュレイズのフロントディレイラー DI2 が付いています。で、チェーンは、シマノの11速のもので、後ろ映ってませんがリアスプロ系11速、リアディレイラーも11速のものが付いています。いかがだったでしょうか。今回は、シマの11速のコンポに、新しい12速のアルテグラ R8100 のクランクが使えるかどうか、11速のチェーンで使えるかどうかも含めて検証していました。まあ、実際のところ普通に問題なく使えそうです。ただまあもちろん自己責任ですし、メーカーの推奨から外れるっていうことで、まあ、この使用を推奨する動画ではないっていうことはご了承お願いします。それではまた。